これからジュニアプロジェクト1の学習で役立つ図書館の活用方法についてお話をしますので、今後の学習にぜひ役立ててください。皆さんこんにちは。図書館の中崎です。まずはじめに皆さんに一番お伝えしたいことからお話をさせていただきます。皆さんもご存知の通り、今の世の中ではインターネットの急速な発展によってネットワークを通じて様々な情報が氾濫しています。また皆さんが今受けている英語の授業でも先生が厳選したおすすめサイト集も公開されています。皆さんはこういった様々な情報の中から自分に必要な情報を見つけ出して活用していると思います。これから説明する図書館が提供しているデータベースをこれまで皆さんが活用している情報と合わせて利用することで、皆さんが必要とする情報の選択肢がより一層広がりますよというお話をさせていただきたいと思っています。それではまず最初に図書館のホームページへアクセスしてみましょう。図書館のホームページは立命館大学のトップページの画面左にあるカテゴリーからアクセスすることができます。今回紹介する皆さんの学習をサポートするためのコンテンツは、先ほどお話しした通りデータベースについてです。ただ、図書館のホームページの中には今回紹介できない様々なコンテンツが用意されていますので、ぜひいろいろなコンテンツについてもアクセスしてみてください。それではデータベースへアクセスしてみましょう。図書館のホームページの情報検索というタブをクリックしてデータベースを選択してください。このように様々なデータベースを紹介しているページが表示されます。ところでデータベースとは一体何でしょうか？簡単に言うと、それぞれの目的のために利用しやすいようにある法則に基づいて集められた大量のデータのことを指します。今回紹介する図書館が提供しているデータベースは、本来は利用するのに料金がかかるものがあります。ただ、皆さんが在学中は、学内に設置されているパソコンや自宅からであれば、立命館大学のネットワークへ接続する VPN 接続という方法でアクセスすることで、無料で利用することができます。図書館のホームページは、新聞、ニュースを読む、通知、統計、データを調べるといった目的別や、医学、薬学、科学といった分野別にデータベースを紹介しています。具体的には、これから皆さんは授業の中で科学に関する用語や表現を学び、グループプロジェクトの成果としてプレゼンテーションを行っていくと思います。まず、はじめに取り掛かる科学に関する用語や表現を調べるために、有用なデータベースとして、ライフサイエンス辞書があります。また、調べた用語や表現が学術論文の中でどのように活用されているかということを見るためには、PubMed というデータベースがおすすめです。このように、集めたい情報の種類や目的によって、利用する情報源は様々です。今回紹介する情報は、ほんのごく一部にしか過ぎません。ぜひ、この説明の後、興味があるデータベースにアクセスして、どんな情報源があるのか確認してみてください。これからデータベースの詳しい使い方について説明します。プレゼンテーションやディスカッションを行う上で、関連する用語や表現方法を正確に把握していくことはとても重要なことです。そこで、ここでは科学に関する用語や表現を調べるツールについて紹介したいと思います。この場合、情報源としてお勧めするデータベースはライフサイエンス辞書です。ライフサイエンス辞書はライブラリアンおすすめサイトからリンクしています。ライブラリアンおすすめサイトへアクセスするには、図書館のホームページにある情報検索というタブをクリックしてみてください。情報検索に関するページが表示されます。その中にあるデータベースというカテゴリーにライブラリアンおすすめサイトというリンクがあります。今回紹介するライフサイエンス辞書オンラインサービスは、このおすすめサイトの画面左にある主題別の医学・薬学の中にあります。ライフサイエンス辞書オンラインサービスは、生命科学の学問領域で使われる専門用語の仮名・漢字変換、英和・和英、用例・狂気表現などを調べることができる辞書です。ここでは、ジェネセラフィーについて調べてみます。まずは、用語を調べてみましょう。シソーラスというタブをクリックし、検索後の入力ボックスにジェネセラフィーと入力します。
サーチボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。検索結果では、同義語や用語の階層を見ることができます。次に、英語狂気表現を調べてみましょう。英語狂気表現では、実際の文中でどのように語句が使われているのかを確認することができます。英語狂気表現というタブをクリックし、検索後の入力ボックスにジェネセラフィーと入力します。サーチボタンをクリックすると、検索結果が表示されます。ジェネセラフィーという語が文章の中でどのように使用されているかを見ることができます。用語や表現の調べ方の次は、学術論文の調べ方について紹介します。この場合、PubMed というデータベースがおすすめです。PubMed は図書館のホームページからリンクしています。情報検索のタブをクリックしてデータベースを選択してください。表示されたデータベース紹介ページから分野別で医学・薬学を選ぶと PubMed へのリンクがあります。PubMed はアメリカの国立医学図書館が作成しているデータベースで、世界最大級の医学文献データベースのメドラインの全情報を含む医学分野全般の学術論文を検索することができます。ここではジェネセラフィーについて書かれた論文を検索してみます。検索ボックスにジェネセラフィーと入力してサーチボタンをクリックしてみましょう。検索結果の一覧が表示されました。検索ボックスの下にある Advanced では検索フィールドを指定して検索できたり、検索履歴を使った検索をすることができます。また、画面左にある Choose Additional Filters では、言語、文献の種類などの絞り込みや分野を細かく設定することができます。リストの中から自分が読みたいと思った論文を探してみてください。論文が見つかったら、その記事のリンクをクリックしてください。詳細な情報にたどり着くことができます。論文によっては、論文の全文を見ることができます。次に、探したい論文が分かっているときに、検索する方法について紹介をします。この場合は、シングルサイテーションマッチャーで検索します。ここでは、著者名、オーサーネームを限定して検索してみます。スミス・ケリーという著者に限定して検索をします。検索結果は先ほどと同じように検索後に該当した論文の一覧が表示されます。その中から自分が読みたいと思った論文を探してみてください。論文が見つかったら、その論文のリンクをクリックしてみてください。詳細な情報にたどり着くことができます。論文によっては論文の全文を見ることができます。今回ここまで紹介した2つのデータベースは、図書館が提供もしくは紹介しているコンテンツのごく一部です。この他にもたくさんのコンテンツを提供していますので、ぜひ活用してみてください。また、図書館が契約しているデータベース以外でも、図書館がおすすめしているサイト集も用意しています。このおすすめサイト集へアクセスするには、先ほど紹介しましたが、図書館のホームページからリンクしています。このおすすめサイトでは、学外の様々なコンテンツの中から、ライブラリアンがおすすめする有用な情報をカテゴリーごとに紹介しています。この中にも、皆さんに役立つコンテンツがあると思いますので、ぜひ活用してみてください。今回紹介した内容は、データベースのほんの触りの部分です。他にも、たくさんのデータベースがありますので、ぜひ活用してみてください。もっと詳しく知りたい、使い方がわからない、こんな時には、メディアセンター、リファレンスカウンター、もしくはオンライン学習ツールのレイルをご利用ください。